今日は桜を描いてみたいと思います。昨日ね、キビジへ行って写してきた写真です。ちょっとね、明るくプリントアウトしたので色があまり出ていないんですけど、桜の輪郭とかはしっかりわかるかなと思います。今日の紙です。ラングトンを 4F サイズに切っています。絵の具はホルベインですね。チャイニーズホワイト、ブリリアントピンク、オペラ、クリムソンレーキ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上9色で描こうと思います。いつも使わないチャイニーズホワイト、それからブリリアントピンク、これは最後の仕上げに桜の細かいニュアンスをこれで出しておこうと思います。色見本を作ってみますね。桜の薄いピンク色っていうのはオペラを薄く溶いて、もちろん白いところもあるんですが、色のついた部分はオペラですね。でそれに少しセルリアンを混ぜて、ちょっとね紫に傾けます。これが影の部分ですね。さらにこれにクリムソンレーキを入れてちょっと赤くします。そうすると、ぐっと引っ込んだ部分の桜の影になりますね。でこれにねちょっとだけサップグリーンを混ぜたりすると、サーモンピンクといいますか、ちょっと濁った色になります。これは枝が集まった辺の色として使えるかなと思いますね。全体的に暗くなるといけないので、ほんのりねレモンイエローをかすかに効かしておこうかなと思いますね。これはあまりどぎつく出るとまずいんですけど、うっすらね出るようにしようと思います。から後ろの木の影ですね、藁屋根の部分も含めて、同じような色でいいかなと思います。バンタンバーにウルトラマリンディープ、少しねサップグリーンを入れて青っぽい緑ですね、もしくはウルトラマリンディープの代わりにセルリアンブルーを入れて、ちょっとね明るめの緑で、場所によってはもうね新芽が芽吹いて明るい緑がね草地のあたりにありましたよっていうことで、サップグリーンの綺麗なね緑を使うこともいいかなと思います。こういう穏やかな色味の中で春らしいね明るい絵を描いていこうかなと思います。じゃあ下絵を描きますね。ここ手前がね池になっていて、ちょっと映り込みがあります。で土手に桜の大きいのが生えています。こちらの方にあんまりまだ咲いていない桜があったんですけど、これも咲かしてみようかなと思います。桜の後ろに立派なかやぶき屋根の屋敷が見えているんですが、これを利用して桜のラインを出すっていうことですね。その後ろに松とか常緑広葉樹がこういっぱい茂っているんですが、ある程度は描くんですけど、ここまでびっちり描いてしまうと、ちょっと重苦しいので、必要なだけ描き入れていこうと思います。右からの光にしておきますね。この桜が主役ですので、これがあんまり端の方にあるとちょっとまずいので、この辺りですかね。こんな感じにね大きめに持ってきました。で、ここに土手があって、こっちに池がありますね。でもう一段上がったところに藁屋根の屋敷が見えています。ここに種類の違う桜だと思うんですけど、これをちょっとここの池に垂らし込むような感じで入れていこうと思いますね。松はねちょっと鬱陶しいので、常緑広葉樹あるいは落葉広葉樹ですね、この土手もあまり強調しないで、ここから、杉、ここには杉が映っていないんですけど、杉も当然生えていますので、杉があったり落葉広葉樹ですね、芽吹きの時期を迎えているものです。そして、これは常緑広葉樹ですね、そういったものを適宜ここに入れていこうと思います。あんまりちゃんとは書いていないんですけど、大体こんな感じっていうことでね、やっていこうと思います。
じゃあ早速もう下塗りに入っていきますね。まずね、オペラを薄くして、桜のこの下ですね、下の方にある程度置いておきますね。で、薄く伸ばしておきます。こちらの桜にもね、ちょっと入れて薄く伸ばしておきます。セルリアンブルーをちょっと足して紫色に傾けます。下の方に置きます。でね、当然こう池にもね、こう映り込んでますので、何本かはね、こう入れときますね。はい、そして、まあ、春らしくね、根元の付近は暗いんですけど、まあ、全体的には明るい草地っていうことで、レモンイエローを足してあげながら、こういうふうにね、下の方をちょっとね、明るくしておきたいかなと思いますね。はい、で、ここにね、写真ではあまり見えていないんですけど、生垣があります。生垣があって、その向こうにお屋敷が見えてますよっていうことなんですね。で、お屋敷のかやぶき屋根なんですが、あまり茶色を強調したくないので、少しセルリアンブルーを入れて灰色っぽく傾けますね。ほんのり入れておきます。大体の感じですね。まだ下塗りの段階ですのでね。で、上の林なんですが、青みを帯びた色がいいかなと思いますので、こんな感じでね、一応桜のラインをちょっと出しておきますよ。細かくまだ分けなくていいかなと思いますので、ざっくりね、上の方にはセルリアンを少しね、この辺りに入れて、さらにレモンイエローもちょっと入れて、少しね、明るいイメージで描こうと思いますね。しっかり伸ばします。お互いにね、にじみ合うぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。からここの桜のラインがはっきりまだ見えない方がいいので、完全にぼかしておきますね。はい、かなりね、ぼかしました。下塗りですので、あまり厳重な感じにはしない方がいいかなと思いますね。じゃあティッシュでね、溜まってるところを取っておきますね。アラアラのイメージを作っておくっていうことですね。はい、じゃあちょっと乾かしますね。はい、だいたい乾きましたので、細かいね、作業に入っていこうと思います。桜の中なんですが、枝が見えてるところっていうのは、桜の花があんまり咲いていないところなので、暗く見えるわけですね。そういうところを少しずつ作っておこうと思います。クリムソンレーキ、セルリアンブルーですね。もうちょっとオペラを入れて明るくしますね。このくらいでしょうか。薄くしますよ。この辺かなっていう感じのところへポツポツ入れていきます。これはね、ちょっと咲いていないんですけど、まあ、この辺でいいかなって思えるところに入れていきますね。周りをね、少しぼかし気味にしておきます。どっちかっていうと、こういう棚状ですね。上上こう伸びていくというよりは、横へ横へ広がっていくっていうイメージです。まあ、後でまたね、足すことはいくらでもできますので、あまり厳重に考えなくていいかなと思いますね。はい、続いて今度この藁屋根のね、暗い色を入れていきますよ。バンタンバーにウルトラマリンディープをちょっと入れて、ここがね、桜との境目ですので、少し厳重にね、こうやって出しときたいかなって思いますね。桜の中にもポツポツ暗い部分が見えますので、はい、こうやって入れていきます。藁屋根がね、主役ではありませんので、あんまりこう厳重に描いちゃうと、かえって桜の邪魔になるかなっていう気がしますので、まあ、雰囲気だけを捉えるっていうことでいいんじゃないかなと思いますね。で、ここにね、瓦屋根がちょっと乗ってるんですね。で、瓦屋根自体はそんなに暗くはないんですが、こう立ち上がりの部分
とか瓦屋根の継ぎ目が暗く見えますので、まあ、そういうところのニュアンスをちょっと入れとかれるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、ここがこういうふうに瓦屋根がこう出ているんです。ここのね、点々となってるのはあまり厳重にしなくても、今日はホワイトを使いますので、荒々の雰囲気だけね、できていたらいいんじゃないかなと思いますね。そして今度こっちの林ですね。レモンイエローとサップグリーンで明るいグリーンを作って、これもぼかしておきます。春らしいですよね。はい、そして今度暗い木を描きますよ。まあ、針葉樹、杉の木のような感じ。ウルトラマリンディープとバンタンバーを加えて暗くします。縦のねラインですね、こういうふうに。これがまあ杉らしい感じになります。同じサイズでずらずらっと並んじゃうと不自然なので、揃わないように注意をしてください。ぼかし加減にしておきます。ほぼ中心ですので、あんまり高くしない方がいいとは思いますね。はい、そして、ここですよね。まだこれから芽吹くんですよみたいな、ちょっと紫がかった梢もちょっと欲しいかなと思いますので、ちょっと紫を入れてみますね。で、だんだん赤色になって、あまりね濃くしちゃうと鬱陶しい色ですのでね、薄めにしておきます。で、これに後からね枝彫りをね入れていきますので、あまり濃く描かない方がいいかなと思いますね。たまったところはねちょっと吸い取っておきますよ。だいぶここも乾いてきましたので、幹を描いていきますね。バンタンバー多めのウルトラマリンディープが少し、あるいはクリムソンレッキをちょっと入れて赤みを帯びさせます。で、この土手にこれが生えているわけです。桜の隙間から見えてるよっていう程度ですので、あんまり見えないっていうのがまあ普通なわけです。で、ちょっと細いところになったら、もうこの細い筆にね変えていただいて、例えばこういうとこですね、横へ横へ伸びていくっていうイメージです。かなりね細かく描いていただいた方がいいですね。大雑把に描くんじゃなくて、見えるところはかなり見えますよっていうことでしっかり描き込んだ方がいいと思いますね。これもね、あんまり見えないんで、見える範囲で描くしかないんですが、塗ったところに見えるっていうことです。塗ってないところはしっかり花びらが展開していて、白っぽく輝いて見えてるわけですから、塗ったところに枝を描いていくっていうことですよね。ちょっと多めに入れといてもホワイトで潰せますので、あまり心配せずにね描かれるといいかなと思いますね。だいぶ書き入れました。こちらもね、まあ、実際にこういうふうになってないんですけど、まあ、こんな感じでしょうかみたいなつもりでね今書いています。はい、まあ、これで一気に終わらせるわけではありません。またね書き足しますので、一応このくらいにしておきますよ。そして今度はここの石垣ですね。石垣もね、あまり黒々と描かない方がいいかなと思いますので、鈍い茶色でここの石垣のラインをこういうふうに描いてみました。で、当然これ写り込みますのでね、池の中にね。
で、少しね、にじませておきます。あまりくっきりしない方がいいので、ちょっとね、にじませますね。この上の辺もちょっとにじませます。で、石垣ですので、石組みがあるんですけど、まあ、それはね、あまりたくさん描いちゃうと非常にこう目立ちますので、最低限でいいかなと思います。同じ、まあ、ちょっとまだ乾いていないんですけど、例えばこういうとこですよね、少し入れてみるっていう程度にしてください。石垣だけが妙に目立っちゃったっていうのはちょっとまずいわけですのでね、もうちょっと乾いてから入れたらいいかなと思いますね。じゃあこの状態でちょっと乾かします。完全に乾きました。それではもうちょっと続きの細かい作業を入れていきますね。ここのね、まあ、このイメージですね。これから芽吹きますよっていう木のイメージなので、まあ、赤みを帯びた茶色っていうことで、描いていこうと思います。主になる太い幹がこの程度なんで、それより細いところっていうのはね、すごくしっかり細く描きます。はい、そして枝先の辺に少しね、同じ色を微妙にスパッタリングで落としておきます。これでね、ちょっとこう芽吹いた梢の感じが出るんじゃないかなと思いますね。花が咲いているわけではないので、あまり赤くするとまずいかなと思いますね。で、この辺もね、ちょっと隙間開けております。にじんでしまいますのでね、そういうところを水で詰めておきますね。ちょっとこすって詰めておきます。そして、まあ、こういうところが非常に桜のこう魅力的な部分ですのでね、ここはね、この暗さで出てるんですが、こちら側は、向こうの土手とか木の色でこう出ているわけなんで、あまり暗くないんですね。だけども、ちょっと暗くしたいので、ここの針葉樹のようなこの色がもうちょっと下にもありましたよっていう感じで埋めていこうと思います。バンタンバ、ウルトラマリンディープ、サップグリーンですね。あまり濃くは描きませんね。端っこの方ですしね。枝先の非常にね、伸びやかな感じを強調したいので、こんな感じに置きました。で、水筆に変えて少しずつぼかしていきます。こってりしないようにね、したいので、水筆でぼかします。そして針葉樹はちょっとこう低めにね、この続きにありましたよっていうことで、ここが暗いっていうことがはっきりわかるっていうことになります。でね、これも端っこの方ですので、お水でね、少しぼかし加減にして様子を見ます。はい、そしてここも土手なんです。ここがね、ここら辺ですね。で、緑に徐々に変わっていってということで、それから桜の下には当然ね、影ができます。なので、セルリアンブルーをこれに足して、ちょっとこういう影っぽいね、青みを帯びた色でここをね、整えておきます。それからこれの灌木のその下の部分ですね、ここもちょっとね、影として入れておきます。これもぼかしておきます。それからもうちょっとね、ここは綺麗な緑でつないでいこうと思いますね。少し黄色も入れて明るい緑にしておきますね。はい、こんな感じにしておきました。そして、あとここのね、瓦屋根ももうちょっと手当てをしておこうと思います。
ウルトラマリンディープにちょっとだけバンタンバを入れて、暗い部分を太くしますね。埋めておきますね。あまり隙間があると煩わしいので、ここも埋めておきます。桜の幹の写り込みを描いていないので、上のこの色よりは鈍くしますね。そしてこれ明るい木であまり触らなくてもいいかなと思うんですけど、ちょっと暗めのね、緑でちょっとだけポコポコ感を出します。はい、そしてね、ここね、ホワイトをかけるにあたって暗い色をね、こういうふうにうっすらかけておきますね。そうするとホワイトのプツプツ感がしっかり出てくると思いますね。石垣のね、石の隙間ですね、これをちょっとだけ入れておこうと思います。まあ、わずかに入れておきますね。で、写り込みにも当然ね、同じようにプツプツと入れておきます。曖昧に入れます。くっきり見えない方がいいですね。はい、そしてで、針葉樹のね、枝を少しだけ入れておきますね。で、ちょっとだけにじませますね。遠いのにね、あんまりくっきりするとおかしいわけで、少しにじみ加減がいいかなと思います。ちょっとこの辺濡れていますのでね、後にします。じゃあこれでちょっと乾かします。はい、だいたい乾きましたのでね、ここをもうちょっと足しますよ。あまりしっかり描かない方がいいので、雰囲気だけこう取っていきます。ですね、これがちょっと軒下があまりにも低いのに気がつきましたので、ここをもうちょっとね、で伸ばしておきますね。瓦屋根の部分をもうちょっと上にやります。この辺までにしときますね。そして、ここが藁屋根の軒っていうことにしておきます。スパッタリングでね、繊細な感じをね、付け足していきます。散らしておいて、スプレーでちょっとだけにじませます。程よいね、水加減でいってください。下にある色よりもちょっと濃いめでないと見えてこないので、少し濃いめにして、あるいは暗めにしてつけていきますね。今度は桜の中に行きます。オペラとクリムソンレイキとセルリアンブルーですね。暗くしてあるところに入れていきます。しっかりぼかさないと赤い花が咲いたようになってしまうとまずいわけですね。ここの下にもね、少しね、散らしておきます。はい、そして幹の部分がくっきりしすぎてますので、まあ、同じような色を、少し鈍い色をこの辺りにね、ぼかし込んでおきます。この土手に杉が生えていましたよっていう設定にしたいわけです。
乾きましたのでね、屋根の消した部分にこれちょっと屋根を足しておきますね、ここをね。はい、これでもう一回乾かします。乾きましたので、仕上げをねしていこうと思います。ホワイトをね散らしていきますね。ちょっとここをきれいにしますね。濃いめにね溶きますよ。たっぷり含ませてください。この枝先にスパッタリングで落としていきます。もうちょっと大きい粒が欲しいわと思ったら、これに筆でプツプツを足していってください。筆だけでいってもいいようなものなんですが、不自然に並んだりするわけですね、手でいくと。スパッタリングとね、両方足してやっていただいた方が自然な感じにできるんじゃないかなと思います。で、乾くとね、また薄くなります。下が透けてきますので、1回で足りなければもうちょっと足していくっていうことでやっていきますね。この上にもね、ここちゃんと散らします。桜が主役の絵ですので、他のところが一生懸命描いたけど潰れちゃうわっていうのを気にしないで潰していくっていうことですね。筆でもね補強していきますね。次にホワイトとブリリアントピンクを混ぜて、少しピンクがかって白っぽい色を作りますね。特にこの白く残っている部分ですね、ここに点々と散らしていきます。これもねプツプツと手でね補強していきますね。乾かす前に暗い色もねちょっと入れときますね。クリムソンとセルリンを混ぜて赤紫色にしますよ。で、これを木の周りしっかり枝が見えてるところにスパッタリングをします。はい、じゃあこれで一旦乾かします。はい、だいぶね完成に近づいてきました。ここの1本だけっていうのがちょっと唐突感がありますので、横にちょっとねちっちゃいの1本足しときますね。暗いね緑色を作ります。はい、そして枝をねちょっと足していこうと思いますね。ちょっと赤みを帯びさせますね。こういうところですね。こういうところに細い枝を少し足していこうと思います。シューッと伸びた枝っていうのがところどころに見えるといいんじゃないかなと思いますね。瓦屋根の継ぎ目といいますかね、暗かはちょっと描いとかないとトタンのように見えちゃいますので、一枚一枚の境目ですね。それからここもちょっとはっきりさしておきます。ここの部分の瓦屋根ですね、これ木で押さえてなくって、瓦で押さえていますのではっきりさせようと思います。この辺ね、石垣の感じがもうちょっと見えるべきなのかなっていう気がします。ここはちょっとね、枝ぶりがあまり出ていないので、白地をね、もう少し大きくね、プツプツと入れておこうと思います。
不自然にならないように間をまたちっちゃいね点々でこうやってねある程度つなげますね。今ね乾いてないのですごく目立ちますけど、乾くとまた自然にね下が出てきますので、あまり激しく白く見えません。はい、乾きました。もう完成かなとは思うんですが、ここの枝がねはっきりしないのがちょっと気になります。池の上へずっと張り出してますよっていう感じがもうちょっと見せたいかなっていう気がしますね。ここはねくっきりしすぎていますので、ちょっとこの中にねポツポツと色をね足しておきますね。じゃあこれで完成です。サインを入れておきますね。完成です。